後輩側をやったことあるので緊張する気持ち分かるんですよ。だから全然その気負いせず失敗しなきゃいいだけだから成功すればいいだけだから。あれアドバイス下手くそだったら。普段から仲良くさせてもらってる先輩でもあるので、うん、まあ、絶対にビリビリはさせられないなって。そうだよね、信じてる。いや短い言葉でだいぶプレッシャーあったね今。全然後輩に汚してもらっても全然構わないんですけど、なんか成功とか失敗とかよりも私はその姿勢に注目したいです。なんか一番圧がすごい。別に全然いいんですよ、失敗して食らうのは全然いいんですけど、それ本気ってので食らうのは違うかなって。なるほどね、はい、このゲームに挑む姿勢。そうです。まあでも一個懸念点としては仲が良すぎるので、まあいいやってなってこう諦めるみたいなのは。なるほど、はい、姿勢ね、やっぱり。そう、姿勢は大事だから、うん、ほら、ヨダって一番怖いじゃん、言っても。うんうんうん、ね、ヨダ、頑張ってもらいたい。ヨキちゃんできるよね。基本3期怖いっすね、だいぶね。3期はだからこういうの経験してきてますから、ね、怖くなりました。チャンネル登録お願いします。